モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。モンキーフリップの高田です、本日金曜日は私が担当させていただきます、今日ご紹介するサングラスなんですけども、こちら、もう何度も紹介してます、ブラックフライからまた夏の新作が届きましたので、こちらをご紹介させていただきます。今回のモデルはこちらのフライレイバックというサングラスになります。はい、改めましてこちら、ご紹介するのはブラックフライのフライレイバックというメタルのサングラスになります。カラーはフレーム縁がマットブラックになっております。でレンズはご覧の通り真っ赤っかですね。赤いレンズが入っております。サイドもシンプルな作りなんですけれども、ちょっとデザインされているのが少し柄が入った生地を使用しています。普通のメタルのフレームなんですけれども、まあ、ブラックフライらしくちょっとこう怪しい悪いイメージを持つようなメタルのフレームになっています。最近こういう赤いレンズがまた流行りというか、まあ、結構ファッション感度の高い方での中で人気になっているので、ちょっとこうこの夏遊んでみても面白いのかなと思います。はい、かけるとこんな感じになります。ちょっと小さめのレンズなんですけれども、テンプルが割と横の方から出てるんで幅は狭くないです。メタルフレームなんで重さも感じず、この季節ちょうどいいかけ心地になっております。あ、もうレンズはもう真っ赤なんで今視界はかなり赤です。でブラックフライにはケースがつくんですけれども、こちらロゴ入りの三角柱のケースですね。これが折りたたみができて、サングラスをかけているときはこのままカバンの中にしまうことが可能です。あとこの紙箱もついてるんですけれども、中にはこれもロゴ入りのメガネ拭きですね、もついてきます。こちらのサングラスとこちらがセットになってます。というわけで今回はこちら、ブラックフライのフライレイバックというサングラスをご紹介させていただきました。こちらが、税抜きで15,000円となっております。また概要欄から通販ページに、アクセスできますので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、金曜日は高田がお届けいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。